はい、セレシオなんですけども、これね、小銭入れがあるんですよ。この辺りに。これか。ほら、じゃーんと開くでしょ？で、ちゃんと、より分けれるようになってるんで、より分けれるようになってるけど、適当に入れちゃいますね。こう。で、小銭入れ。で、ウィンドウとかね。で、これカードを挿すみたいですね。高速の、ハイウェイカードじゃないや。高速の券とかをこうやって入れたら取りやすいですよね。で、上の方に行くと、ここにもなんかカード入れみたいなのがあるんですよ。これ何に使えばいいんですかね。それから ETC ですか。ETC はここにやっぱカードを入れるところがありますね。うん、いいね。これね。でこれがサンルーフですね。うわ眩しい。ちょっとサンルーフ閉じて。いいよもう開けなくて。ね一人でやってます。はい。でカーナビもうねやっぱり懐かしいっていうかこれだなやっぱり、うん、今のおしゃれなタイプもいいんですけども私はあの頃を思い出すためにはこのビジュアルが必要ですね。これねこれクッと回すやつとかこれ MD ですよ MD でここに CD チェンジャーかな CD が入るようになってるんですよ。まあ1枚かもしれませんけどね。でここにシートヒーターがない場合はセルシオのロゴがあると。でこれ謎の入れ物謎ですよ、これ。何に使うんだ？なんか、これ、リモコンのあれがあるんですかね、これ。うん、ここ、灰皿ですけど、使ってないですね。うん、まあ、今回、小銭入れがね、ここにあるよっていうことをね、言いたかっただけなんですけどね、小銭入れ。以上です。